箱根西の河原を後にしてケンペル・バーニーヒに向かいます。国道1号線沿いに歩きます。この辺りは観光客でいっぱいです。しばらく進むと道しるべがあり、箱根旧街道石畳160メートル先とあります。そのそばに元箱根のバス乗り場があります。ちょうど1号線に直角に右へ曲がります。右に幸福院があります。このお寺さんを右手に見つつ、まっすぐ進むと道しるべが現れます。箱根旧街道1分とあります。狭い石段を登ります。ここにも道しるべがあり、この先が箱根旧街道であることを示しています。ここからは狭い上りの土道です。箱根旧街道に会えるんだというワクワク感で登っていきました。登り切ると小さな広場になっていて、木々の光の中に箱根旧街道という看板がありました。ここには案内看板もあります。そのそばにケンペル・バーニーヒがあります。300年前、ドイツ医師であったケンペルが
江戸に向かった時に記録した日本史で世界に日本を紹介し、イギリス貿易商バーニーは世界に箱根の自然保護を訴えた。この二人の功績を称える石碑があります。